どうも、みつみついと申します。というわけでね、今回はザシアンを使っていきたいと思います。まあ、ザシアンといってもね、剣を持ってるね、あの対戦でよく見かけるやつではなくて、三つ編みの姿の剣を持っていないザシアンを使っていこうと思います。まあ、このタイプのね、ザシアンもなかなかやれるんだということをね、今回証明していきたいなと思います。対戦相手はヒノキさん、対戦よろしくお願いいたします。まあ、とりあえずね、この剣を持ってないザシアンくん、ザシアンちゃんなのかな、なんかこう、ザマゼンタの姉みたいな設定があるから。オスメス表記こそないけど一応メスみたいな感じなんでしょうか。まあね、この子もね、言うて種族値680ぐらいあるのでなかなかやれると思うんですよ。この対面はそうですね、別になんだろう、なんとも言えないといえばなんとも言えない対面だけど、スカーフ持ってんのかな。まあ何しろ暗黒強打とかからでいいですかね。潮吹きスカーフか。じゃあどうしよう、これラプラスでもいいんじゃないかなっていう。もう潮吹きしか打てないんだし、これはとりあえず暗黒強打で一発殴ってき、どうだろう。でも結構やらけえから不意打ちで取れたりすんのかな。なんか思ったより効いたな。でも暗黒強打ってすごい威力ありますからね。冬地で取れるかな。オッケー。海洋がこれだけなんかやすやすとくれたのはありがたいといえばありがたいですね。はい、エースバーン。まあ、エースバーンに冬打ちされて終わりっていう感じもありますけど、ここから出すポケモンもいないんでね。一応冬打ち打っとくか。相手が冬打ち打たなかった時用に。まあさすがに打つか。まあ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 、ただ雨降ってますからね。それが彼にとっては結構苦しいんじゃないですかね。しかもここでなんと彼は悪タイプになってしまいました。ここにぶっ刺さるのはこの三つ編みのザシアン。はい、よろしくお願いします。剣は持ってないけどこの不当の剣という特性を発動してしまいます。そしてこのじゃれつくね。この三つ編みのザシアン対戦したことないでしょ。かわいいでしょ。いけおらー、よし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 。三つ編みザシアン頑張ってるよ。別にこれは剣のザシアンでもできることなんだけど別に三つ編みだからどうっていうあれでもないんだけど、特にね、サンドゥまずいな。サンドゥはまずいぞ。ちょっと。サンダー VS サンダーは後出しした方が有利説もあるといえばあるっぽくないか。まあ、でかくはなりますわなという。で、多分ダイジェット1回で抜かれるんですよね。剣持ってる方だったら、なぜかね、剣持ってる方が早いんで、ね、これおかしいと思いませんか。持ち物少ない方が早いと思いませんか。剣持ってる方だったら抜かれない可能性も結構あるんですけど、はい、ジェット、まあ言うて伝説ポケなんでジェット1回ぐらいは耐えますと。ジェット1回は耐えるんですぎゃー、耐えるんですギャなんだけど、何これ。で、そういうやつ食べ残しサンダー回電波持ってる可能性あって嫌なんだけどあ、上取ってた。上は取ってたけど、だよな。回電波持ってないよねこれ。身代わりうそ身代わりサンダー、身代わりか。というわけで負けました長い戦いの末やっぱ居住山はあった方がいいんじゃないかっていう説がね、結局ありましたね。居住山があったらあのサンダーももうちょっとダメージを与えられたというか。はい、というわけでサイラスさん対戦よろしくお願いいたします。というわけでね、4連敗中です。三つ編みザシアン使って今4連敗しております。というわけでね、サイラスさん金銀統一の方ですかね。やっぱ僕金銀すごい好きなんでね、まあ、こういう相手と戦えるのはすごく嬉しいですけども、まあ正直コテンパンにしたいですね。もう4連敗でもう正直ね、そろそろ勝たないともう本当にもうねっていう、まあそうでございますね。まあつぼつぼから出てきてこんにちはみたいなことをやりはるんでしょうかね。つぼつぼから出てきてこんにちはの場合どうしたらいいんだろう。これザシアンとかから行ってみる。さっきサンダーで痛い目あったからあんまサンダー使いたくない気持ちになってるな今。まあ使ってみよう。ランタンには何もできないけど、まあ、ランタンもねめちゃくちゃ強いポケモンではないので、なんかこう中の中っていう感じのポケモンなんで、そんな積極的に出てくるようなポケモンじゃないかなっていう。こっちのポケモンたちに全般的にまんべんなく刺さってるかっていうとそうじゃないような気もするし、まあツボツボから来るわなと。それはツボツボから来るでしょうなっていう。ザシアン、はい、三つ編みのタイプのザシアンでございます。よろしくお願いします。まあ、三つ編みのタイプでございますけど、まあここはアイアンヘッドでね昼目狙っていきたいと思います。居住山じゃなくてアイアンヘッドということは、つまりこれ昼身を狙えるってことなんですけど、狙えなかったと。ね、居住山じゃないメリットってこれなんですけどね、アイアンヘッドになるっていうとこなんですけど、昼目ってだから剣を持ってないメリットをだね、感じたいのだよ僕は。それさえできればいいのだけど、なんで敵のアイアンヘッドってあんなひるむのにこっちのアイアンヘッドってこんなひるまないんですかね。はい、そういうわけでね、パワーシェアされてめっちゃ弱くなったザシアンがねいますけども、これはどうしよう。起点になるぐらいだったらステルスロックはうざいけど引くしかないだろうね。おうはどうしよっかな。どうだろう、ゴリラ生贄でもよかったかな。てかまあなんだろうね、わからん。アイアンヘッドなんだここで。ここはそうですね、ここはダイジェッティングで引っ込める。ランタンか、それともヌオーか。ヌオーなら OK。 ヌオーならねもうダイジェット受からないですから、それは全然大丈夫。ランタンだったらかなり気まずい展開だったけど、ヌオは全然ダイジェット受かんないので、もう振り方によってはワンパンもありますね。これは全然大丈夫でございます。頑張ってね。もう結局サンダーかいっていう話だけど、まあ、ザシアンもね、ほら強い。めっちゃ強いべこれ。サンダーのこの鋭いくちばしを持ったダイジェットマジでやばいからね。こんなもん野放しにしていいのかと。近電環境解けてもこいつはいますからね、順電だから。怖って話よ。さて、ここはもっぱつダイジェット打っときますかね。まあ、間違いなくでかくなる。弱歩か厚底ブーツかわからないけど、どっちだろうな。まあ一応ね、ここはまあ第3打打っても一発で取れないし、まあ、向こうがねダイジェット打ってくることもあんまないとは思うんですけど、一応ここはダイジェットでよいしょーと。まあまあ入ったかな。次第3打なら取れるでしょうね。急所か、急所でこれだったら第3打でも厳しいかな。第1一発ぐらい耐えてほしい。どうですか。OK、全然耐えてる。えらい。ただ次からね、晴れか大バーンなんでね、もう地獄の所業ですけども、第3弾なら取れるんじゃないかな。どうだろうな。ああ、もう懸命な判断をなさる懸命な判断をなさるけどもなんですよ。確かにね、ここでそのワンパンの夢はなくなったけど、放電麻痺というね、違うロマンが生まれてしまうんですよね。はいね、今日はあんまり良くない日みたいですね。今日はあまりなんか、あまりポケモンに向いてる日じゃなさそう。なるほどね。いやー、でもこれザシアンくんがいますよ。ザシアンくんね、ちょっと鳳凰くんの素早さが分かんないですけど、鳳凰くんの素早さ次第ではまだ上取ってますからね。それは全然まだまだ上取りマンの可能性ありますから、全然早いですよ、ザシアンは。あら、ただリリバの実を持っております。これでひるまなければ、僕もね、ひるまなかったんだから、これひるむのはズルだと思います、マジで。いや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 、違うって、これ違うってまあ当然倒せますよね、4分の1なんて。はい、というわけでね、ちょっと不正で負けましたいや、これは不正だろマジでこっちのアイアンヘッドこんだけひるまなくて、向こう一発でひるまれたら、放電も麻痺ランはなんや、もうね、他にもなんかいろいろあったような気がします。これは違うだろ、いい加減いや、もう本当にね、いやー、僕もザシアも悪くない。これもポケモンが悪い。これは平等にやろうぜというわけでね、ちょっともうね、もうあれだわ、これちょっともう許せねえよ、本当にな。そういうことで、今日は終わっていこうかなと思います。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。同情していただける方はチャンネル登録していただけると嬉しく思います。ではでは、お疲れ様でした。失礼いたします。